よかった、このミラーボールの下でこれどうなんやって、これね持つかな思ってたんですけど、まあ、あの皆さんとこう和やかな時間を過ごせてですね、あるいは地味編のその6周年お祝いできて、そして東中のミュージックストリート中に僕が入れて、もマスターありがとうございます。またまたお願いします。こんな感じですけど、あの皆さんとね、こう音楽を通じていろんなやったり聞いたり、あるいは食べたり、ホルモン食堂行ったりって、もうすごい楽しかったね。あの本当に、いい機会をいただいたと思います。それでは我々その辺最後にしましょうか。はい、ね、あの昼間からリハーサル先導したわけでございますけど、何も覚えてないわけでございます。覚えてる。やったら覚えてあるんだ。なんだっけ。ヘビートラフィックはヘビーじゃなか最後は。それでは、最後はですね、あのこの音楽ができた一番最初の曲かもしれません。ヘビートラフィックアヘッド、あの、ナッシュビルのグランドロープリーというところでこう、なんていうの、まあまあ殿堂みたいなところでね、このステージがあるわけでございますけど、その土曜日にはそこに帰ってきて、こうアメリカ人道こうツアーバスでこう移動しながらステージやって、また帰ってくると、ボロが帰ってくるときにまた道が混んどると、こんな、つまらんことを歌った歌がございますね。ヘビーツラフィックだけど、つまらん、バッタバチ当たるわもう。そんなことで、私はあのお気づきかもしれませんけれども、あ、月亭課長が僕アイドルでした。わざわざこれひげひげかきまんねん、こうやってアホちゃんこれ。まあ、お付き合いいただいて本当にありがとうございました。あの、あ、なんで不愉快かっていうと、あの僕らは愉快なんですよ、で皆さんも愉快なんですよ。ところがね、このいろんなこんなアホなことしてると、手伝いに入ってくる、まあ、いわゆる虎というあのお手伝いに入った人がですね、ものごつ不愉快になったことが何回かあるんですね。それで不愉快な仲間たちという名前になります。はい、どうもありがとうございました。最後にお届けします、ヘビートラフィックアヘッド。ヘビートラフィックアヘッド。Give me that again.
まだよ。ヘビーチャンスケー。